おもりとは、ラインにつけて、仕掛けを、目的の推進や場所に投入するための道具。浮き釣りでは、浮きがうまく立つように浮力を調整したり、投げ釣りでは仕掛けを遠くに飛ばすために使用される。ハリスにおもりを使うことは、あまりない。フライフィッシングでは、おもりではなくシンカーを使うが、ガンダマや割りびしなどで、代用することができる。一般的には、 安価で比重の大きな鉛が使われる。遠筒を目的とする場合は、鉛より、さらに比重の大きいタングステン製のおもりが使われる、ことがある。ただし、タングステンのおもりは、鉛製のおもりに比べると高価なため、あまり使用されない。鉛は、害があるため人体への影響や、水質の悪化などが懸念されている。このため、最近では、害の少ない亜塩性や、 鉄製のエコーリも,もできていて、鉛以外の金属で作るようにしているメーカーもある。また、鉛より軽い金属でできた重りでも、形を工夫すれば、鉛以上の効果を発揮できる。エコー森が増えてきている。重りには、多様な形状、種類がある。基本的に、尺貫法の1問目に相当する 3.75g を1号として、号数に比例して、重くなる。 右の表は目安であり、メーカーによって多少の誤差が出ることがある。ありがとうございます。